どうも、キューティクネカイマです。おはしゃ、な、長田町。なんて北朝鮮人というわけでですね、今回、マズラビート、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界人気権威、ミスター関を呼んでいます。ミスター関、キャラクエでアルバイトをしているんだ。江戸時代かよ。今回の都市伝説は、歴代100代まで続いている内閣総理大臣。その中には、奴隷から総理大臣になり上がった人物が存在するとね。というわけでですね、今回その高橋惟喬について触れていきたいと思います。奴隷から日本の総理大臣となった日本人高橋惟喬、1854年に幕府御用絵師である河村正右衛門と金の間に江戸現在の港区新橋に生まれたけども、生後すぐに仙台藩の足軽の養子になったのよ。古い人ってことだね。そりゃそうだろ。そして幼少期から後の総理大臣となる才能の片鱗を見せていた惟喬は、11歳の頃に横浜に派遣され、ヘボン塾で英語を学ぶこととなったのよ。この河村正右衛門と金でしょ、ヒカギンさんとセイギンさんの祖先の人。怒られんぞ。そしてこの頃はペリー来航から10年余りが経過し、外国への関心が国内で高まっていた時期だったのよ。惟喬もそれに乗じアメリカへの留学を目指していたのね。そして惟喬はビール好きとして広く知られてるけども、それはなんとわずか13歳の頃からだったのよ。ヘボン塾で英語を学んだ後、チャータードマーカンタイル銀行横浜支店のボーイとして住み込みで働いていた惟喬は、そこでバテやコックと仲良くなり、毎晩のように酒を飲むのが習慣となっていたのよ。遺伝子近しいわ。これ記憶か。さらに飲酒にとどまらず賭博にもハマり、捕まえたネズミを銀行支配人シャンドのビフテキ焼きで焼いて食べたりと、かなりの問題児だったね。もうこの頃からね、惟喬っていうのは相当見た目もね、老けてたらしくて、体もでかかった。そう憧れんだよ。そしてその素行の悪さがやがて江戸にまで知れ渡ってしまい、アメリカ派遣留学生の候補者から外されてしまうのよ。しかしアメリカ留学を諦めきれなかった惟喬だけども、そんな彼にチャンスが訪れたのね。アメリカ人の貿易商ユージン・バン・リードが惟喬に声をかけ、サンフランシスコに住む彼の両親のもとにホームステイするように勧められたのよ。そして契約書にサインをすると、正式にアメリカ留学を決め、惟喬はサンフランシスコへ渡ったのね。そしてリード家には老夫婦が住んでおり、彼らと共に生活をしていくことになるけども、そこで惟喬がしていたのは掃除や料理番、雑用や農作業だったのね。こじきよじゃん。親じゃねえか。そして挙句の果てには留学どころか学校にも行けなくなり、粗悪な食べ物を床で食べさせられるようになってしまったのね。江戸時代のルンバで発明家じゃねえか。しかしもともと不真面目な性格だった惟喬は、この待遇にブチギレ、こんなこき使われるために来たのではない、約束が違うじゃないかと言い、一切雑用をやらなくなったのよ。するとリード夫人から知り合いのブラウン家のところに行けばもっと自由に暮らせるよと提案され、ブラウン家の住むオークランドへ渡ったのね。そして一通の手紙を渡され、おそらくブラウン家に移ればもっと自由に勉強できるという内容だろうとフィーリングで契約書の内容を読み取りサインしたのよ。しかし蓋を開けてみると、前にも増して過酷な日々が続いたのね。あれ清って感じ。清き浅村。そしてある時、惟喬は同時期に留学に来ていた仙台藩士富田鉄之助という人物に出会うのね。そして古希使われる惟喬に一体何をしているのかを尋ねると、勉強しておりますと返答したんだよ。しかもこうやって奴隷をやってたにもかかわらずね、すごい勉強になってるって思ってたらしい。奴隷級じゃない。そして富田は惟喬がサインした契約書を手に取り、内容を確認すると、それは奴隷契約書だったんだよ。松清。トラックスター。そして富田が惟喬の元に訪れたのは偶然ではなく、農家で奴隷として働かされている日本人がいるらしいという噂を聞きつけて助けに来たというのよ。そしてなんとか奴隷契約を破棄することに成功し、惟喬は日本に帰国したのね。その後は文部省に入省し、1913年には初めて大蔵大臣に就任。原敬首相、犬養毅首相が暗殺された直後には臨時で内閣総理大臣も務めたのよ。キヨキヨじゃん。なんだよだから今。そして通算で6度大蔵大臣に就任し、世界恐慌によるデフレから世界最速で脱却させ、財政の神様だるまさんとして称えられたのよ。そして1936年226事件、胸に6発の銃弾を受け暗殺されたのね。牧彦さんって、あの人はいつも後半30分ぐらいの顔してる。疲れてんだよ。